トキオホテルはドイツザクセンアンハルト州マクデイブルクで結成されたポップ、ロック、ミクスチャーバンド。ボーカルのビル・カウリッツを中心に作られるその楽曲は本格的なものでデビューから数年以内に数多の巧妙なる音楽賞を獲得。ドイツのポピュラー音楽界で最も大きな注目を集めるバンドでありつつヨーロッパを中心に活躍。 双子のビルとトムのカウリッツ兄弟は9歳と10歳の頃からギタリストである父の影響を受けて音楽活動を始めた。2001年ライブハウスなどを回りながら活動を続けている時にゲオルクとグスタフに出会い4人でデビリッシュを結成。翌々年2003年にビルがドイツのオーディション番組に出演。ベスト16に入りゲリ。 ハリウェルのイッツレイニングメモを披露。それがきっかけとなり、本人ともどもバンドも注目を浴びることとなる。2005年にシングル、ルーイ・ヒデン・モンズーンでメジャーデビュー。デビューと同時にバンド名をトキオホテルに改名。当初、ドイツのライブハウスでのライブが主な活動だったが、デビュー前からすでに PV がテレビで流れていたことで人気が高まり、デビューわずか9日目にして、 チャート1位の座を掴んだ。翌年には、ドイツ国内で最大の音楽の祭典にあたるエコーで、最優秀新人賞を受賞。続いて、ドイツ文化への貢献の栄誉を称えられ、ライプツヒにおいて、ビルトオスマーアワーズを受賞。イギリスは、ロンドンで開かれた、ワールドミュージックアワーズでスータの賞を獲得するなど、一種のムーブメントを伴う形で絶大な人気を得るに、至った。 続いて発売したデビューアルバム t o k i o Hotel は20万枚売れれば大成功と言われるドイツ音楽界において60万枚以上という破格の売り上げを記録。2008年5月6日にはアルバムスクリームで米国へのデビューを果たした。2010年12月にメンバーたちの念願であったバンドメイトゆかりも深い日本への訪問を果たした。2011年6月には 再来日し、東日本大震災チャリティーイベントに参加。現在は、ロサンゼルスに拠点を移し、活動を続けている。ビルカウラトズ、トムカウラトズ2005-2006-2007-2008、ありがとうございます。